どうしたんだ、二人が町の中に入ってくるなんて。急にすみません、カイネさんがこの辺りから異様な気配を感じたみたいなんです。異様な気配？魔物か？ああ、この先から音がする。だがやはりはっきりとはしないがな。下着女の唯一と言っていい特技がそのありさまか。カイネ、どうかしたのか？いや、なんでもない。僕たちはここで待ってますね。どうしてナンパ船の中に入れないかな。Bienvenue pour ce nouvel épisode de Ni Réplicant. どこかにあなたが空いているのではないか。J'espère que vous allez bien. On est parti.Pour retourner dans ce navire et découvrir un petit peu l'histoire de Louise. Ce boss nous avait éclaté la gueule d'ailleurs.どんどんやばい匂いが近づいてるじゃないか、カイネ。お前も気づいてるんじゃないのか？この匂いにどんな意味があるか。この船、至る所が腐りかけておるな。ああ。カイネ。本当に大丈夫なのか？あまり無理をしないでくださいね。そうだ、僕たちは船の外から探索しませんか？外の空気も吸えますしね、カイネさん。そうだな、そうさせてもらおう。エミール、カイネを頼んだぞ。はい、さあ行きましょう、カイネさん。薄暗いな。ここに町の人たちがいるとは思えないが。誰もいないぞ。おかしいな、幽霊でも見たみたいだ。バカなことを抜かすでない。どこかに抜け穴でもあるに違いない。これはリンゴが落ちてる。少し傷んでるが最近のものみたいだ。今の音は何だ？上の階から聞こえたな。樽が倒れてる。中身の白い粉は小麦粉か？入り口で見た娘が倒したのだろうか。公開日誌のようだな。中を見てみるか。船の進路、天候、入港記録。大型の船だけあって事細かに記録されているな。だがある日を境に突然記録が途切れておる。この船で一体何が起きたんだ？どうやらこの船は人身売買を行う商船だったらしい。非道なこと。人を売り物にしてたってことか。大きな箱だな。金銀財宝でも入っていたか？いや、鉄でできた道具がいくつも入ってる。それは拷問器具か。何か聞こえてくるぞ。上の階の部屋を調べた方がいいのではないか。
これは日記みたいだな。読んでみよう。船が化け物に襲われたと書いてある。化け物が他の船員たちを殺し回っている中、日記を書いた船員はこの部屋に身を隠していた。見て、これは事実なのか。わからぬ。化け物とは魔物のことだろうか。なんだこの匂いは。奥の部屋から漏れているのか。またリンゴが落ちてる。この床。おい、無事か。ああ、なんとか大丈夫だ。この死体は町の者たちと喧嘩夫婦の。そんな。嘘だ嘘だ。どうしてあの人が、町のみんなが。くそ。しっかりしろ。カイネが感じた気配、おそらく町の者たちを殺した犯人はこの奥にいる。ああ、絶対に許さない。もう見るな。お二人とも。エミール、カイネも船内に戻ってきたんだな。はい、壁の穴から中に入りました。下の真っ暗な階から物音がしたので心配してたんですよ。すまなかった。カイネの方はもう大丈夫なのか。ああ、少しはマシになった。世話をかけたな。そうか、本当に良かったよ。今度はお二人の元気がないようですけど、何かあったんですか。ところでカイネ、お前が感じていた気配だが。ちょうどこの上の階からだ。やはりな。先に進むしかなさそうだ。丸められた紙が何個も捨ててある。これは手紙か。どれも同じ文字が書き綴られているようだが、字が汚くて読めぬ。どんどん匂いが強くなってるな。気分はどうだカイネ。いいはずがないだろう。ここが最後の部屋だ。町の者たちを殺した犯人がこの中にいるかもしれない。
この子は船の入り口で見た。待て、死体の転がる船の中に女の子な。こいつこの魔物はヤバい代物だな。この圧迫感ですら奴の吐息程度でしかないんだ盛り上がってきたじゃないか。ええ、まさかカイネが感じていた気配はこの子が。あれ、君は久しぶりだね。配達員さん、ここで何を。ああ、実は最近この船に通っているんだ。その女の子はこのナンパした船に乗っていたみたいでね。外に出られるようになるまで世話をしていたんだよ。そうだ、そこのあなた、つかぬことを伺いますが、その子が出血しているようで、包帯を持ってきたのはいいんですが、その女性の月のものの処置はどのようにすれば。すみませんでした、あまりに失礼でしたね。そいつに近づくな。そいつは、カイネ、エミール、こっちは何とかする。どうにかして外へ出ろ。あやつらなら大丈夫だ。一旦引くぞ。船が崩れるぞ。早く外へ出るのだ。分かってる、急ごう。邪魔だ。あの穴から外に出られそうだ。二人とも、よかった、無事だったんだな。はい、でも配達員さんがまだ中に。ああ、助けに行かないと。この日差しであれば、あの魔物も追ってはこれまい。今のうちに体勢を整えるぞ。バカな。それを上回る速度で再生しているのだ。この光、何か来るぞ、対しろこれは歌か。まるで人間の真似事じゃないか。どこで何を吹き込まれたか知らない。俺たちを空気満々みたいだな。
子のためか、けなげだね、哀れだね。やったか。なんだあの大きさは。おお、mais cette mise en scène à chaque fois hein, elle est incroyable hein. Je suis une mouche.
何してる。殺されるぞ。この人たちに手を出すな。騙していたのか。この化け物め。魔物の動きが止まってる。奴の魔力の中心、頭部を魔法で貫くのだ。ありがとう。おかげで助かったよ。君たちには世話になったからな。かくまうぐらいお安いご用さ。本当にすまなかった。町の人たちが何人も魔物に食われて、その犯人の世話を私がずっとしていたなんて。貴様が気に病む必要はない。全部魔物が悪いのだ。そうだといいんだがな。そろそろ俺たちは行くよ。まだ報告しないといけない人がいるんだ。そうか。じゃあな。ま、fort le jeu quand même, hein. Ah bah oui, c'est... Ah bah oui, évidemment, j'avais oublié ce détail-là. それは旦那さんは魔物に殺されたんです。俺たちが見つけた時にはもう手遅れで。嘘よ。どうして夫が思い出のカバンをバカみたいにずっとつけて、ずっと私のことを思ってくれて。そんなの嘘よ。
嘘って言って。あの夫婦の喧嘩ももう聞けぬと思うと寂しく感じるものだな。ああ、俺がもっと早く探していれば。くそ、気負いすぎるな。お前はよくやった。C'est un peu la dépression cette mission quand même. Putain. Oh. Bon, ça excuse pas le fait de ça, ça, voilà, ça n'excuse pas le fait qu'elle mange des humains. Bon, après, bon, c'est pas clair si c'est vraiment, ça l'aide vraiment à avoir une forme humaine ou pas, parce que c'est vrai qu'on voit pas des ombres avec une forme humaine, donc ça se trouve c'est vraiment le fait de manger des humains qui l'aide à avoir une forme humaine. Mais bon. Et Kaine, elle sait ça, elle... Enfin... Ah, c'est... Ah, hein. Parce que Kaine, elle comprend aussi. C'est vrai qu'il faut pas l'oublier. Nanda, kore. Tegami. Aitsu ga haitatsui ni ateta mono da. Kitanai ji da na, oi. Tehon o mite, hissi ni nazottan daro.なんて書いてあるんだ。そろそろあいつも起きる頃だろう。行くぞ。Oh bah d'accord, superbe. On saura jamais. Salopé. 一つ聞いていいか。なんだ。海の魔物との戦いで。魔物を脅迫してただろう。あの魔物が配達員のことを守ってるってどうして分かったんだ。さあな、なんとなくそう思っただけだ。そうか。ミト。Putain, du coup, c'est vrai que ouais, genre, je me suis même pas dit, enfin, je me suis dit oui, bon, d'accord, pourquoi pas, effectivement, parce que ça, ça se comprenait un peu à travers la mise en scène, effectivement, tu peux te douter qu'il y avait un truc un peu particulier.Mais c'est vrai, je m'étais pas plus posé de questions que ça sur le comment ça se fait que Kaine s'en était rendu compte, mais maintenant oui, on sait effectivement. Putain, mais du coup, Sendo-san が亡くなられて、海岸に魔物が出るなんて、大変だったわね。Sendo の彼は、よく夫婦喧嘩の話をしながら笑っていたわ。奥さんのことを大切にしている誠実な人だったのに。彼のことはすごく悲しいけれど、あなたが無事でよかったわ。そうだ、ポポルよ。魔王の城の鍵については何か分かったのか。暗号の解読は進めているのだけど、行き詰まってしまって。忠誠のケルベロスは、もしかしたら犬のことかもしれないけれど、そんな変わった犬は見かけたことはないし。ポポルさんにもわからないなんて、相当複雑な暗号なんだな。でも鍵とポポルさんだけが頼りなんだ。お願いします。わかったわ。そうそう、通りがかりに見かけたんだけど、ポストに手紙が届いているみたいよ。見てきます。ありがとう。それと、船頭の彼が休んでいたから別の人を手配しておいたの。船は変わらず使えるようにお願いしておくわね。わかりました。誰かを失ったとしても、この世界は無慈悲に回り続けるのだな。あの小僧、いや王が結婚とは、世の中わからぬものだ。結婚式か。ぜひとも行ってお祝いしなくちゃいけないな。早速王のところに行こう。Et du coup, ça s'enchaîne directement là-bas, hein. Ok, let's go. On enchaîne.
Oh non, mais oh, ça va être oh, c'est, ça va vraiment être l'épisode de la dépression absolue. Hein. Par contre. Hein. Oh non, j'ai pas. Oh, je suis pas prêt à revivre cette scène. Ça m'avait plombé. La mort de Firma m'avait fait chialer, hein, au cas où. C'est vrai que bon, bah, du coup, vu que j'active quasiment pas la cam parce que j'ai la flemme et je veux pas cacher les dialogues. Et que je saurais pas vraiment où la placer en fait pour pas cacher de dialogue. Faudrait que je la mette au-dessus, sauf que bon, en plus là le fond vert est dégueulasse et faudrait vraiment que je modifie ma. Non, mais c'est pas par là. Que je modifie toute ma. Mon installation là pour refaire un truc correct. Bon, voilà. Du coup, bon. Mais. Oh non, mais non. Oh. Oh. Au secours. Ah. Alors, bouffer Fira, c'était pas la meilleure façon de coexister par contre. Mais est-ce qu'on avait pas commencé à buter des loups un peu avant aussi? C'est pas impossible, hein. Ouais, mais après, dans tous les cas, non, c'est il y a 5 ans, donc ce sera pas notre faute. Normalement. なら、何を食ってるかは想像できるんじゃないか。ああ、タケレ。近々、年貢の納め時と聞いたが。結婚おめでとう。結婚とは、相手が必要なものだと聞いたが。は、失礼きた。お先よりもしかしてフィア、うん、驚いたな。すっかり大人っぽくなりよって。そういうことならカイネも呼ばないとな。なあつえ、いらそうださったらギントソンキシチって大釣りだったらあき。お、見るさい。はじめまして。この度のご結婚、おめでとうございます。たく。あの、カイネさんなんですけど。結果を作るなろ。一致して差は大抵土地。あたちあた。よるせれ、やりさたち、土地手すれ。ああ、そうさせてもらうよ。やれやれ、風呂に入る時まで掟があるとは。シロは浮かんでただけじゃないか。カイネ、どうした？結婚式などというめでたい席に私が出てもいいのか？いいんだよ、王が直々に招待してくれたんだから。王は良くても周りの人間が。この町は俺やカイネの村とは違う。変な話だけど、掟に書かれていないことは誰も気にしない。そうか、なら我個人の価値観からすれば、
かような下着姿で婚礼の場に臨むは甚だ奇妙に映るがな。あ、どうした？いや、なんだか寝られなくて。何か心配事でもあるのか？全然そんなんじゃないです。明日の結婚式が楽しみで、いろいろ想像してたら目が冴えてきちゃって。素敵だろうな、綺麗だろうな、いいな、フィアさん、いいな。エミールにもいつかいいお嫁さんが見つかるよ。お嫁さん？他に何がある？寝ぼけておるのか。さっさと寝ろ。そうじゃないんだけどな。流停隊終えた。ゼルガンと急絶し続いて、改ざんを解きて基礎とやりつだ。真是这祝い事とチャンスロアインだ。祝い事もまた仕事のうちだよ。どうい、民に束の間の祭り気分を味わわせてやるのも王の思いやりというものだ。こだた。それにフィアを幸せにできるじゃないか。大切な誰かを守り幸せにするってことは男には必要なんだ。アルトルは自殺だ。対決だ。さくれる晴れの舞台、憧れちゃうなね、カイネさん。知らん。もう異形と螺旋地恋、アルテルは新数用林地コッテチサイトズセお天気。さてれれたいいと。Ha!
キッサリヒロ、キッテスレ！カイザム、グサ、ジ、アッチ、アレ、フィア、クトイオリリユ、タク、ナ。今追っても返り討ちに遭うだけだ。カイザム・イオリ、アフェアルセン、ね、ザルセン、ザルセン、ゼルガー・ザルセンとゾルキアレル、ゾーディ、おられきたも、ユリ・ペルワトル・カイザム・タトデク、ラ・クルトデク、ゼルガー・アントイからつぐきててカイザムタリエキューサ、カイザムら夫ときて総取りリス高い、王があのまま引き下がるとは思えぬな。
ああ、今にも一人で狼を倒しに行きそうだ。放っておくのか。そんなわけないだろう。俺だって狼たちが憎い。戦うのであれば相応の準備が必要であろう。さっきのようにはいかぬぞ。わかってるさ。ボーデーラ。Oh, j'en ai marre. Putain, mais deux fois, hein, deux fois la même scène, deux fois. Ah. C'est trop dur. Ça me touche trop, ça, ce genre de truc. Allez, let's go. Ah, Fia no kataki o utanai to na.ヤリル、ゼルガン騎士とヤジツトレル、引き受け決、アウル、アルテルナタド、スコスライダー。狼の群れがどれほどの数か知っておるか。村を襲ってきた狼どもなどほんの一部だぞ。セルシタイ。わかった。俺たちも協力する。デキュワッチュワセ。お前のためじゃない。フィアのためだ。もう、タイネさんは口が悪いんだから。意見が揃ったな。ならば急ぐぞ。悲劇を止めるのだ。フェアロア。カイゾム・アクラ。ゼルガーン撃つと避けた。これで里アルテルはチンクルチーラス。アルテルはトヤリラ。ディム。アンダ、イエ、フィア、ロテとヤリカキイソできた。と食いてゲルダ。エルラ・ラール。エルラとカイザムで。カイザムとアイト。フィア・アイザムで。フィア・ジュレ・セキタとトダ。ゼルガンで。アンダ・ゼルガン・ヤーリズ・ガスチ・クルト。カイザム・ゼスタル・ペラ。老体リスラ関係かけてしたすばれ。J'aime trop cette scène。アルムーキエルトチギサンテキタ。アルム。浮き汗せんクユリエ。押して。キルタチエククギリスアーガイ。え？カイザムよりイキオツジデクゴ。ユラカイザムチチストジーワクレタシユリアコーダタチヨリ歌え。ゼルガン立ち飛ぶだ。リー行ってくたい。フィーアのためだ。行くぞ。
たちが王を狙っておるようだ。セ・ゲルダ・カイザム、カイザンリ・ケオリ、奴の狙いは仮面の王だ。フィーアのためにも今回は己の身以外も鑑みねばならぬとはな。アイザヌルトだ。死んで、そう、立ち取ってるが、アイザヌルトだ。アキ、ゲッタイシ！スラエ、フィア、ゾウ、ゲンカ！
長生きしても仕方がないからね。お前が生きてるんだ。生きて生きて、時々わしを思い出しておくれ。一緒に暮らしてくれてくれてありがとうな。娘ならきっとそういうはずだ。フィーアの誇りだった立派な王であれ。ああ、ダタ、ドリス、恐竜、クタイト、リッチライル、カイザム、チッタダ、ケテタイソト、チッタテルンダ。やれやれ、また起きてか。ラーのペルはトンリアルテルはチオワル、アンダトシトシ、アルテルはヤリル、ロフィア。王様、かわいそうです。すべて魔物が存在するからいけないんだ。C'est quand même terrible ce moment. Bon, bah on va aller dans la forêt des légendes ce coup-ci. Shinwa no mori ni nanika ari sou da to itteita na. Ano yakamashii benchuu no mura ka. Ki ga meiru na. Ouais. Oh, c'est dur comme moment, hein. C'est l'épisode vraiment de la dépression, quoi. C'est terrible. Mais en bateau. De toute façon, pour aller dans... Ouais, si, en bateau, on peut y aller. Hein. Ouais. Ouais, c'est un peu la musique, quand même. Petite minute de silence pour Fira. Ouais. Thank you.
Bon, bah on va se diriger vers la forêt des légendes et on va s'arrêter, je pense, comme ça. Au moins, ce sera pas mal pour l'épisode, je pense. Vu que j'ai pas tant de choses que ça à cuter, là, pour le coup. On a pas mal fait d'histoire, hein. J'ai un peu farmé à un moment donné. Ah oui, par contre, je changerai les balles d'Emile. Hein. Parce que c'est marrant. Je trouve ça marrant, mais... Si je touche pas, ça sert à rien. Ouais, non, mais voilà, je trouve ça marrant, mais bon, c'est un peu perturbant. Ça me sort un peu. Donc, du coup, on va, voilà, on aura testé. Je sais pas si je testerai la tenue en mode Toby. Je pense que je la mettrai pour voir, mais dès que je vais voir qu'il va y avoir un bandeau sur les yeux, je vais l'enlever. Je ferai ça, je pense. Je regarderai. S'il n'y a pas de bandeau, je la laisserai. S'il y a un bandeau, je l'enlèverai. Sinon, je passerai peut-être passer en mode A2. Parce que ça casse pas trop le truc, en vrai. Enfin, ça casse pas le truc. Non, mais tu veux pas? Merci. Bon. Ça, ce sera pour la prochaine fois. Après, à la limite, on peut parler à papy qui va nous dire « Oui, il faudra regarder là, oui, voilà. » Anatta-gata desu ka ? Eh ? Saikin kawatta koto ? Kami no ki kara henna kehai ga suru n desu yo ne ? Ok. Mais bon, l'exploration de l'arbre, ce sera pour la prochaine fois. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. C'était pas le plus joyeux, hein, clairement. Clairement, on a fait beaucoup plus joyeux en termes d'épisodes, en termes de contenu. Mais c'est comme ça, hein, c'est le jeu. Donc bon, moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. C'était Blue. Bye bye.